日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら今私がなんかカードゲームの手札みたいに持ってるのは以前紹介したお餅に絡めてです。でなんでこれを今日持ってるかと言いますと、こちらなんか地元のスーパーで売ってたプライベートブランドの大容量アイスクリームになんかアイスに合うということなので、今の見せたお餅に絡めてをかけて食べてみたいと思ったからなんですね。なので早速準備していきます。はい、というわけでまずは黒ごまと混ぜてみました。ちょっとお湯で溶かしてるのでちょっとアイス溶けかけちゃうので、もう早くいただきますね。ではお餅に絡めて、おー、お餅以外に絡めてて、ドドドドドドドみたいな感じになってますけど、やってみるとどうなのかなと思っておりましたが、ちょっとトラブルが起こったり、だけど、おー、やっぱり商品解説そのものにおすすめと書いてあるだけあって、アイスともよく合いますね。お餅にかな。お餅だけじゃ本当にもったいない商品。アイスに絡めて、シンプルなバニラアイスに味をつけて、ちょっとお湯で温めて、みたいな感じになってますけど。まあ、美味しいんですよね、やっぱり。何まとまりのないこと言ってる。アイスに絡めると、お餅とはまた違った味わいが楽しめます。具体的にどう楽しめるのかは、この後すぐ。ごちそうさまでした。お餅に絡めてココのレビューは以前やっているので割愛させていただきますが、失礼、やはりアイスだとお餅とはまた違ったまろやかでとろける味わいを楽しむことができて、あんとよく混ざってくれますね。なので、なんて言ったらいいんだろう、ああそうだ、お餅で食べると食感とあんの味をそれぞれ感じるんですが、こちらは全体がうまくまとまって溶けていく形に味わいが楽しめます。なのであんの優しい甘さ、強い主張などはアイスの方がより強く感じられるかもしれません。ただ食感で、ね、アイス元々の味も混ざってちょっと分かりづらくなるので、味をしっかり楽しみたい人はやはりお餅に絡める方がいいんじゃないかなと自分は思いました。でこちらのアイスなんですけども、まあ、ちょっと地元のプライベートスーパーのプライベートブランド商品なのでちょっとよろしければ食べてくださいとはなかなか言いづらいのですが、まろやかであっさりとしたミルクの味が口の中でふわっと広がって美味しかったです。うん、いや、やっぱりもし食べられるのであれば食べてほしいですね。もともとこのアイス本企画は本当はロッテのレディーボーデンでやろうと思ったんですけど、いざちょっと買い物行ってみたらレディーボーデン1個よりちょっと高いぐらいだったんですよね、このアイス。で自分の考え方の中だとこの量、お餅に絡めての量だったらレディーボーデン2ついるかなって考えてたので、こう値段がなーって思ったのでこちらに変えたんですけど、変えてよかったです。ただレディーボーデン自体も気になっていますので、また後日食べてみたいとは思っていますよ。夏が来る前に、でないと溶けて持って帰れなくなるかな。あとアイスに対する愚痴はちょっと言われましたが、今回に食べたこちらのアイスとお餅に絡めての相性は4点とさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それでは、さようなら。